千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、40代で歯茎が下がり始める人の特徴とは。40代ということで、40代かなり今まで、出産育児、仕事などがむしゃらにと、自分の時間を作ることもなく作れることもなく頑張ってきた、年齢かなと思います。またその自分に作らなかった時間のツケが回ってくるのが40代です。で、40代で歯が下がり始める人、歯茎が下がり始めると、ここに絵がありますが、健康な歯茎の状態がこちらです。で、歯周病になってしまっている方が歯茎が この状態です。骨を見てみましょうと、健康な歯、歯周病になっていない歯の骨の状態というのは、歯にちゃんと沿って骨があります。それがだんだんこう骨が溶けてしまいます。ここまでいく と確かに歯周病はだいぶ進んでしまっている状態ですので、歯茎が落ち始める、下がり始めるというのは、この状態がここからだんだんこういうふうに歯茎が落ちていきます。なのでこの状態ぐらいになると、歯茎がこれにこの骨に引っ張られて下がってきます。なので歯茎が下がり始める人というのは、定期的に歯石とかクリーニングを行っていないのか、いない方なんじゃないかなと思います。今からでもしっかり と歯医者さんになるべく早めにご予約を入れて、歯石取り、クリーニング、歯周病の治療をしっかりと受けるようにしてほしいなと思います。詳しいご質問、ご相談はコメントいただければお返ししたいと思います。